みなさん、こんにちは。あっちゃん先生と旅する金子みすゞの世界第31回。今回の電話インタビューのゲストも一龍斎はるみさんです。現在講談師をされていますが、以前は浅上陽子の名前で声優をしていました。まあ、今も声優されてるんですけれどもね。その当時私は中学生頃だったかな。古代進むくんの、まあ、彼女役というのかな、森ゆきさんの声をされてたんですね。ですから今回のみすゞさんの詩も星に関するものを選んでみましたので、お楽しみください。まずはおはじきをともきくん、ゆうとくん、きーくんママ、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。おはじき。空いっぱいのお星さま、きれいなきれいなおはじきよ。パラリとおはじき巻きました。どれから取って行きましょうか。あの星はじいてこう当てて、あれからあの星こう取って、取っても取ってもなくならぬ空のおはじきお星さま。おはじき。空いっぱいのお星さま、きれいなきれいなおはじきよ。パラリとおはじき巻きました。どれから取って行きましょうか。あの星はじいてこう当てて、あれからあの星こう取って、取っても取ってもなくならぬ空のおはじきお星さま。おはじき。空いっぱいのお星さま、きれいなきれいなおはじきよ。パラリとおはじき巻きました。どれから取って行きましょうか。あの星はじいてこう当てて、あれからあの星こう取って、取っても取ってもなくならぬ空のおはじきお星さま。おはじき。空いっぱいのお星さま、きれいなきれいなおはじきよ。パラリとおはじき巻きました。どれから取って行きましょうか。あの星はじいてこう当てて、あれからあの星こう取って、取っても取ってもなくならぬ空のおはじきお星さま。空の星をおはじきに見立てたこの詩は本当に壮大ですね。空の晴れた星がいっぱいの夜空を見ながら、皆さんもぜひおはじきごっこしてみてくださいね。次の詩は海の果て。高博さん、和馬さん、かりんさん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。海の果て。雲の湧くのは明日恋だ。虹の根元も明日恋だ。いつかお船で行きたいな。海の果てまで行きたいな。あまり遠くて日が暮れて、何も見えなくなったって。赤い夏目をもぐよ。綺麗な星が手で取れる。海の果てまで行きたいな。海の果て。雲の湧くのはあすこいら。虹の根元もあすこいら。いつかお船で行きたいな。海の果てまで行きたいな。あまり遠くて日が暮れて、何も見えなくなったって。赤い夏目をもぐように、
きれいな星が手で取れる海の果てまで行きたいな。海の果て、雲の湧くのはあすこいら、虹の根元もあすこいら、いつかお船で行きたいな、海の果てまで行きたいな。あまり遠くて日が暮れて何も見えなくなったって、赤い夏目をもぐようにきれいな星が手で取れる海の果てまで行きたいな。海の果て、雲の湧くのはあすこいら、虹の根元もあすこいら、いつかお船で行きたいな、海の果てまで行きたいな。あまり遠くて日が暮れて何も見えなくなったって、赤い夏目をもぐようにきれいな星が手で取れる海の果てまで行きたいな。子供の頃、雲が湧いてくるところや虹の根元を実際に探しに自転車で走ったのを思い出しました。いくら漕いでも漕いでもなかなか根元にはつかないんですよね。不思議でした。次の詩は和回し、キクママ千春ルンルンさん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。和回し。あの町抜けてこの町抜けて、和回しゴロゴロ、一つ人力、二つに荷が追い越してガラガラ、三つ目を抜けばもう町外れ、町の外へガラガラ、田んぼの道はお空へ続く、空の上までガラガラ、日が暮れかかりゃ夕焼けの中へ放り出して帰ろ、海から出た星がその輪をかぶって、天文台の博士びっくりしゃっくり目を回す、大発見じゃ、大変じゃ、土星が二つに増えちゃった。和回し。あの町抜けてこの町抜けて、和回しガラガラ、一つ人力、二つ荷車、追い越してガラガラ、三つ目を抜けばもう町外れ、町の外へガラガラ、田んぼの道はお空へ続く、空の上までガラガラ、日が暮れかかりゃ夕焼けの中へ放り出して帰ろ、海から出た星がその輪をかぶって、天文台の博士びっくりしゃっくり目を回す、大発見じゃ、大変じゃ、土星が二つに増えちゃった。和回し。あの町抜けてこの町抜けて、和回しガラガラ、一つ人力、二つ荷車、追い越してガラガラ、三つ目を抜けばもう町外れ、町の外へガラガラ、田んぼの道はお空へ続く、空の上までガラガラ、日が暮れかかりゃ夕焼けの中へ放り出して帰ろ、海から出た星がその輪をかぶって、天文台の博士びっくりしゃっくり目を回す、大発見じゃ、大変じゃ、土星が二つに増えちゃった。博士は本当にびっくりしゃっくり驚いたんでしょうね。それでは一流斎晴美さんの電話インタビューその3、
をお聞きください。でそんな春美師匠が、みすずさんのね、そのみすず伝に取り組もうと思ったのは何がきっかけだったんですか？これはお客様に勧められたんです。あ、お客様から。はい、私ね、ええ、講談始めて、講談らしさを身につけるのにやっぱり軍団の勉強するんですよ。頃は元気3年、はい、水の餌る年10月の14日パパンパンパンっていうね、はい、でやっぱり男の芸として伝わってきたものなので、侍の話、お相撲さんの話、男の人が主人公の泥棒の話、もうそういうものばかりですよ、古典は。はい、戦の話、武士の心構えみたいなね。で、男の腹で、この男のこうなんか生き様みたいな語るのは、女の腹ではもう最終的に無理って思ったことと、切った張ったの話はしたくないって思ってる心があって、戦嫌い、なんであの忠義のために自分の命を落としたり妻や子供まで殺す羽目になったりとか、こんなことを堂々とこの時代に語れるのって思ってる私がいるわけですね。でやっぱり女性なんだから自分の資質を生かして女の気持ち、女のこう歴史は男女をこうやっぱり一緒に作ってきたわけじゃないですか。そうですね、そう、なんかこう、いや女が語るんでしょ、女での腹で語って、うんって自分が納得いく話を作りたいっていう思いがすごくあって、でも本当に前座の時なんですけども、中村久子さんっていう人の話を、あなたは講談という話芸で検証してくれませんかって自分が書いた本とともにその思いを伝えてくださる方がいらしてですね、その中村久子さんっていう方の本を読んだ時にすごい感動したんですよ。3歳で両手両足なくして、72歳までずっと前向きで生きた人の話なんですよ。でそれをよしやろうと思って、もうすごい、でも長い長い人生なので10話連続講座にして作っていたんですね。でそれを結構支持して追いかけて聞いてくださる方たちがいらして、でそのお客様の中から、あなたは金子みすずさんが合うと思うわって言ってくださったんですね。なるほど、はい。でその時私は実はみすずさんの詩を一遍も読んだことがなかったんですね。へえって、でも素敵なお客様だったので、女性のね、とても品の良い、とても爽やかな素敵な方だったので、読んでみようと思って読んだら、もうすごいスコンスコン胸の中に落ちてくる、いやもうすごいと思ってですね。でも評伝とかはなかったんですよね、探したんですが。でもジュラさんにちょっと問い合わせてみようと思って、もう出版社に問い合わせて、いろんなこう本を見つけて読んで、あ、これだけバッグが分かれば組み立てられるなって思い、そして矢崎先生のことも知り、やっぱり矢崎先生という方に承諾を得なければいけないと思ったんですね。あ、それ以前に私、蛍の墓を講談にしたいと思った時に野坂昭之さんにも会いに行ったことがあって、公演先に行ってやりたいんです、いいですかって言ったら、お酒をその時立っていて野坂先生が、いいっすよって、すごいなんか かっこよくいいっすよ、どうぞって言ってくださって、大丈夫、ぶつかっていけば、よしできる、今回も矢崎先生にって思って、で探したらちょうど私がお世話になっている、何回か呼んでいただいたことのあるお寺さんで、矢崎先生が講演をなさるという情報をキャッチしまして、
で、そのお寺さんに私も行って、はい、で矢崎先生にお会いして承諾得たいっていう話もして、で向かってですね、矢崎先生が講演を終えられて帰られるピクシーに乗る直前に、うん、すいませんって言って、うん、ババババババってお話をしてですね、よろしいでしょうか、え、わかりましたって言って言っていただけて、でそこからよし、本当にバッチリ作るぞということが始まったんですね、うん、それがだいたいどれぐらいの期間で出来上がったんですか。いやー、どのくらいかかったのかなって私も今振り返るによくわからないんですが、ふさえさんとお会いしたのが、はい、2007年の秋だったんですね、はい、それはもう私なりに一応これで完成したわって思えた時の発表をしたその時の劇場に来ていただいたので、その時にも矢崎先生来ていただけていたと思うんですが、ですからちょうど1年ぐらい前に始めたのかなって。2006年ぐらいですかね。2006年ぐらいから始めて、出来上がって人前にかけても大丈夫かなって思えたのが2007年かなっていう気がします。なぜ2007年か分かったのかというのは、ふさえさんと初めてツーショット撮った写真がこの間出てきて、あ、それが2007年だったんですよね。2007年でした。当時ね、はい、出来上がったみすずさんの、まあ、物語みすず伝から今ね語っているみすず伝では、はい、なんか何か変化とかはあるんですか。うん、もう本当にやるごとに変わってるんですね、うんうん、本当にとっても少しずつリニューアルしてる感じでも時代も変わるでしょ。例えば、ね、東日本大震災があった時から、うんうん、そうですね、小玉でしょうかが私の作品の中に加わってきましたし、うん、もういろいろ本当にそのわけって30分いただける時と1時間いただける時とかあるじゃないですか、はいはい、時間がね、はい、もう、だからその時々に、あ、これここの場ではここまでを語ろう、例えば、うん、明るいみすずさんを求められて、うん、後に渡してほしいという画面、そういう会の時はみすずさんが自分の詩が載ったわっていう、うんうん、明るいところまでで終わって、うん、でこの後はまたの機会にみたいにしたりとかですね、もう本当にたっぷりある時は矢崎先生がみすず探しを始めたっていうところから、うん、最後はふさえさんが仏壇から衣装を見つけて、うん、知ったということと南京玉を声を出して読んでみたっていうところまで、はい、もうこれはね1時間バージョンですね。はい、いろいろもう本当に変わり変わりやってます。みすずさんの物語の中にね、矢崎先生の物語が加わったりね、はい、ふーちゃん、ね、娘さんの物語が加わったり、うん、で、ね、去年亡くなられて今年一緒の、ね、お墓の中に入って、うん、93年ぶりに、ね、一緒に過ごす、なんかすごいですよね、なんかそんな物語もなんか加わっていきそうで、今頃いろんなこと話してるんでしょうね、はい、まだまだ多分話尽きないでしょうね。あれから何だったの。おしゃべりふーちゃんだから ね、うん、ふさえさんとお話ししたことありますか。僕はね、ふさえさんとはね話す機会がなかったんですね。たまたまこのラジオが去年の4月から始まってて、はい、で、はい、よくね、ふさえさんご存知の方からラジオインタビューのねゲストに出てもらったらいいのにっていうふうに言われてて、はい、でも、はい、まあ、ちょっとまだ始まったばっかりだしなって、ちょっとおこがましいなと思っている間の9月にねお亡くなりになられたんで、
もったああ、いなもうかっそのたです時もね。電話かけてもらったらよかったなってね、今でもちょっとそれが後悔なんですけどね。私、初めてお会いした2007年の時は、はい。なんておとなしい方だろうと思っていたんです。とっても人見知りをなさる方はい。だったみたいなんですね。出版社のジュラさんのスタッフさんに聞くと、初対面の人とはやっぱり人見知りだからあんまりお話しないんですよって。でも、みすゞさんの法要の時に一緒に山口に向かう、往復するっていうことが何回かあったんですね。というのは、小田原でふーちゃんと待ち合わせをして、山口から小田原まで帰ってくるっていう、そういう行程だったんです。で、ふーちゃんの隣に座ってですね、ずーっとふーちゃんの話を聞いていました。すごいおしゃべりなんです。あ、そうなんこでんすなにおね。しゃべりで明るい人なんだって。もう、それは早口でね、しゃべるって喋るの。う電話でもそう。わー、そう電なんで話ですもね。もう途切れないぐらい。もうそれは亡くなる前日まで、そういう勢いで電話で喋ってらっしゃったって伺いました。ずっとお元気だった、ね、亡くなられる本当前の日まで、本当のお元気だったっすごい。て、ね、伺ってますよ大往ね。生ですよね。で、それでね、また今度、6月20日にですね、文京シビックホールへ、一龍斎晴美が未来につなぐ金子みすゞ伝っていう、そうなんね、でこのチラシを先日、長門でいただいたんですけども、これ6は月20日ってね、どういう日だかご存知ですか？これね、聞いちゃったから分かってるんですけど、あれですよね、3冊の手帳を矢崎先生が、いただいた日というか、助さんから、ね、弟さんから受け取った日なんですね。そうでつすまより、ね。みすゞさんの詩がもう一度世の中に出たいよって言って、みんなのもとに伝わりたいよって言って現れた日なんですね。それが6月20で、日なんですね。矢崎先生がその16年もかけて探してくださらなかったら、私たちは知らないわけじゃないですか。そうですよね。とっても大事な日ですよね。なので、私は矢崎先生がそうしてくださったこともずっと伝わるように、そのお手伝いをしたいし、みすゞさんの詩は小学校の教科書に載っているけれども、その人たちに何度か伺ったことがあるんですが、人生は知らないっておっしゃるんですね。テレビドラマにもなったし、映画にもなったけど、全然見てないっていう人、すごく多いんですね。で、もちろん私、そのテレビ媒体、映画という媒体でもそう、何こう伝わっていないのに、私が一人で語ったって、今日の50人とか、今日の100人じゃないですか。なので、私が一生懸命作ってきたこの話を受け継いで、もし10人が、もし100人が、100人に語ってくださったら1万人になる。そう考えたら、私はもう70歳になるのでですね。だからこれを自分一人のものにして、あの世に旅立ちたくなくて、いっぱい伝わる形にして、それこそ落語に変えてやっていただいてもいいし、朗読として伝えていただいてもいいし、講談でやってくださるならもちろんのこと、いろんな人に受け渡していきたいと思ったんです。で、それはもう今始めないと私も元気がなくなってしまうので、今から始めて10年間の生きる意味、生きる目標として、これをやりたいと思った、そのスタートを今年の6月20日に切りたいと思っているんです。電話インタビューはまだ続きます。それでは今日最後の詩です。見えない星。
マッキー、かりんさん、ちはるんるんさん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。見えない星、空の奥には何がある。空の奥には星がある。星の奥には何がある。星の奥にも星がある。目には見えない星がある。見えない星は何の星。お供の多い王様の一人の好きな魂と、みんなに見られた踊り子の隠れていたい魂と。見えない星、空の奥には何がある。空の奥には星がある。星の奥には何がある。星の奥にも星がある。目には見えない星がある。見えない星は何の星。お供の多い王様の一人の好きな魂と、みんなに見られた踊り子の隠れていたい魂と。見えない星、空の奥には何がある。空の奥には星がある。星の奥には何がある。星の奥にも星がある。目には見えない星がある。見えない星は何の星。お供の多い王様の一人の好きな魂と、みんなに見られた踊り子の隠れていたい魂と。見えない星、空の奥には何がある。空の奥には星がある。星の奥には何がある。星の奥にも星がある。目には見えない星がある。見えない星は何の星。お供の多い王様の一人の好きな魂と、みんなに見られた踊り子の隠れていたい魂と。目には見えない星っていうのは、いろんなものや動物や人の魂なんでしょうかね。あっちゃん先生と旅する金子みすずの世界第31回、いかがだったですか。この番組では放送に対する感想や、私もこの詩を読んでみましたという声のお便り、いろんなものをぜひ送っていただけると嬉しいですね。宛先はメールで、ローマ字みすずの世界@gmail.com、あるいはツイッターでハッシュタグみすずの世界をつけてつぶやいていただいても結構です。それではまた次回をお楽しみください。